についてご紹介します。あと数分間、ぜひですね、皆さんからいろいろとこうフィードバックとかコメントとか、英語で、日本語で質問をいただければ、お力になれれば幸いです。じゃあ一旦、はい。それではあと1、2分なんですけれども、一旦この時間で質問がある方、挙手をお願いいたします。ありがとうございます。すみません、学ぶときにいろんなコンテンツがありますけれども、どこからやったら身につきやすいとかっていうのはあるんでしょうか。学ぶときにそのスピーキング、リスニング、リーディング、ライティングとかってあると思うんですけど、はい、何かこうリスニングだとしたらですか。はい、リスニングだとしたら一般的にはリスニング素材でこう最初に聞いたときに半分以上自分が理解できるレベルの素材がリスニング学習にはちょうどいいと言われています。っていうのは音にしか聞こえない部分とか分からない部分が多すぎると大人は続かないですね、つまんないなみたいな感じになるので、あ、ちょっと分かるかもみたいなレベルじゃないといけないと思います。それがちょうどいいレベル。はい、ありがとうございます。それでは最後にお一人お伺いいらっしゃいますでしょうか。防災を選ぶときに例えば、アクセントであったりとか男女の差でこうちょっと喋りが違うとか気をつける部分とかってありますか。なんかこう女性のインタビューの記事をずっと社長やったら喋りが同じ言葉になってしまったみたいな。そうですね、いろいろと今のは結構深いポイントなんですけど、まず、生の英語と教材英語っていうのが存在するんですよね、世の中に。最初のジョブズさんのは、実は生の英語で、今皆さんが練習されたのは教材英語なんですね。教材英語っていうのは生ほど、なんていうかな、こう壊れていませんよね。英文が壊れてないし、フィラーって言ってこう Let me see とかうーんとかそういうのも全然入ってない。綺麗に The man is walking down the street って言ってくれるんですよ。でも生の英語だと man is you know が入ったりとかってしますよね。それがまず一つですね。でそれはレベルによると思います。自分があんまりこうまだ初級者だなと思ってる方だったら生の英語だと難しすぎるので、まず教材英語で知識もしっかり入っていく、ここの選択が一つと、それからですね、男女差っていうのは好みだと思うんですけど、アクセントっていうのがありますよね。大きくはブリティッシュアクセントとアメリカ英語アクセントがあると思いますし、TOEIC なんかはもう今その他の、アクセントも出題されていますので、私がおすすめするのはやっぱりこうまんべんなくいろんな、英語に、 TOEIC なんかも男女両方出てくるね、いろんなのが出てくるから、もうまんべんなく全部に触れて音と文字が一致していかないといけないんじゃないかなと思います。すいません。はい、それではここで、福栄